こんにちは、カサライフのカサ島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。完成した花壇に使用済みの土を入れていきます。結構大きなたらいみたいな中に何か植えていた鉢を抜いて土を開けてきたんですよね。その土がすごく使用済みの土が溜まってしまって、土の再利用ということで、花壇でね土をたくさん入れなくちゃいけないので、そうやって土を入れました。そしてここに植わっているアジサイですね。やっぱりこれは抜こうと思って、そしたらねまだねちょっと乾いてなかったんですよね。もう分かってたんだけど、だから先にアジサイを抜いとけばよかったんですよ、木の花壇作る前に。でもやっぱりこうアジサイを抜こうという気になって、このあとアジサイを鉢に植えました。今日は花壇に土を入れた後、苗をお花屋さんに行っていろいろ買ってきたので、秋の寄せ植えっていうんでしょうか、花壇をお花いっぱいにしたので、最後までご覧ください。もみがらくん炭と腐葉土を入れました。よく混ぜています。そして牛糞堆肥も混ぜています。ふかふかの土にしています。お花屋さんで苗を買ってきました。真夏に植えてもいいような夏の花がほとんどです。なんですけど、あの暑い中植える気にならなかったので、いろいろ買ってきました。サルビアは2色。このサルビアもね、暖かい地域だったら冬越しするんだろうけど、アルテルナンテラとかゴールデンエンパイアっていうビデンスってやつですかね、そんなのを買ったり、赤葉千日紅とか、千日紅の赤、赤っぽい小さいのとか、いろいろ買ってきました。ポリゲンスっていうのも2つ買ったし、これから植えるたびにちょっとご紹介していこうと思います。とりあえず中心に買ってきた植物を植えていきます。そして系統も買ってきたので、まだまだ多分12月まで綺麗で、系統もいい感じだと思うので、植えようと思います。あんまり映ってなかったね。赤葉の千日紅です。これを中心に植えます。結構これ前から売ってたのを見てたので、根が張っていましたが、あまり崩さず真ん中に植えました。そして系統ですね、すごい綺麗なんですよ。葉っぱも赤くて秋っぽくていいかなと思って、紅葉をイメージできる色合いなので買いました。系統はね、あんまり根を崩すのが好きじゃない植物なので、そのまんまほとんど崩さず植えました。モーデンが何をしているんだっていう感じで見に来ました。中心にはアルテルナンテラを植えています。多分ね、土の中に牛糞堆肥を入れたので混ぜたからね、なんか匂いがするんですよ。なのでちょっと匂いを嗅ぎに来ましたが、一生懸命この千日紅の匂いを嗅いでいます。食べちゃったりしないので大丈夫です。
これはフィリーナクイーンっていうサザンクロスっていう植物で、オーストラリアの植物なので、まあ一年草ではないんですよね。ただ、まあ、冬越しは山梨県ではできないので、家に入れてあげればアルテルナンテラも冬越しするんだと思うんですけど、まあ、ちょっと私はたくさん植物が家にあるので一年越し一年草扱いで植えていきます。ちょっとオーデンくんが邪魔なんですよね。まあちゃんとそんないたずらするわけじゃなくて、匂いを一生懸命嗅いでますけど、土の中の匂いだと思うんですよ。なんだか知らないけど、私の横でずっと花の匂いを嗅いだり土の匂いを嗅いだりしていました。とにかくいつも私にくっついてるんですよね。なので何してんのかなと思ってくっついているんだと思います。そのうちそばで相手にしてくれないなと思ったら寝てしまうと思います。このすごい綺麗な系統だったのでこれも買いました。アルテルナンテラはずっとね、12月ぐらいまで葉っぱが綺麗なので私は大好きな植物で入れています。3本買ってきたのでアルテルナンテラはあちこち入れました。種類がいろいろあって、アルテルナンテラも花がついてるのもあって、それが結構千日紅っぽい花だったので可愛かったです。黄色い花はゴールデンエンパイアというヒデンスという花ですね。いい感じで植えられました。これですね、千日紅の、まあ、仲間だと思うんですけど、ポリゲンスっていう風に書いてありました。なんか違う名前でカインズホームでも売ってたような気がするんですけど、紫の千日紅みたいな小さい花がついています。これも別名アルテルナンテラなんですよ。なので、まあ、いろんな種類がアルテルナンテラにはあるんだなと思いました。で、買ってきた植物を中心に植えて、ガイラルディアの紫が売っていたので思わず買いました。これは毎年というかずっと冬も枯れずに、さあの緑が、そして春からもうずっと春夏秋と咲く花なんですけど、ガイラルディアに紫があったので思わず買ってきました。中心に素敵な寄せ植えができたんですけど、玄関前にいろいろね植わっているものがあったんです、鉢に。それでちょっとそれも花壇に植えてしまおうということで植えています。先輩にいただいた千日紅やジニア、ガイラルディアもいくつかあったので、もうこうなったら植えてしまおうと思って、いろいろ株分けしてどん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 花壇に詰めていきます。ちょっとねこの今買ってきたものの方が綺麗なんですよ。だから植えない方が良かったかもしれないんですけど、でもね、なんか丁寧にジニアとかまた植えてやりました。きっと秋遅くまで綺麗に咲いてくれるんじゃないかなと思って、今の状態だと根がパンパンだったり水切れしやすかったりするので、ちょっと花壇に植えてみました。
花壇に花を植えて最初は興味津々だったオーデンも、なんだ花植えてるだけかってなもので横になって見ています。ちょっとほうきで通路をきれいにしています。このほうきが出てくると遊びたくなっちゃうオーデンなんですけどね。シランは手前の方を少し切りました。また秋になったら抜いて植え直すんですけれど、ちょっと今は通路が通りやすいように鉢の部分の葉をみんな茎から切ってしまいました。ちょっとシランは減らすつもりなので、もしそれで弱ってもいいわと思って葉っぱを切ってしまいました。多分強いから大丈夫だと思います。秋の寄せ植え、これからちょっと育って綺麗になってくると思うので、また動画が撮れたらご覧いただきます。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタン、コメントもお寄せください。ほうき大好き、遊んでくれてると思っているオーデンです。ではまた。